ライバルたちのクライマックスを横目に長い秋の長い夜を迎えているファイターズファンである部屋の壁のファイターズオフィシャルカレンダーは12月だしかも2021年の12月写真は左から野村勇希、河野隆成浅間大樹吉田棋生、福田俊なぜ2年前のままかというと2022年と2023年のカレンダーを買っていないからだ 実に選手39人のうち8人が別のユニフォームを着ることに2022年のオフィシャルカレンダーが発売される2021年11月ファイターズはすでに栗山秀樹監督の退任とビッグボス新庄剛志監督の就任が決まっていたその年は中田翔が事件を起こして無期限出場停止直後巨人へ電撃トレードとなった さらに11月には海外 FA 権を獲得した西川春樹国内 FA 権を得た太田大使と秋吉良がノンテンダーで自由契約その後の契約公開トレードなど予断を許さない状況の中毎年オフィシャルカレンダーを制作販売する同心文化事業者は2022年版をヒストリカルカレンダーとして企画制作した 1>, 1月は北海道に移転した2004年と2005年で始まり2021年まで18シーズンの名場面が12か月に振り分けられたカレンダーという12か月の未来に18年の過去が20周年にはまだ足りないなんだかピンときなくて迷っているうちに買いそびれた本来カレンダーをめくるのは楽しい 買った時に1月から12月までのデザインを見ていてもその月がやってきてめくった瞬間改めていいねーと思ったり見とれたりするそんな楽しみがなくなった1年を過ごし2023年カレンダーもなんとなく買わなかったかつての球団オフィシャルカレンダーは限られたスターしか起用されず選手にとって球団カレンダーに乗るのが喜びでありステータスだったという。 今は1月、1ページに掲載される選手数が増えた FA 移籍ポスティング移籍が当たり前になり0月を飾る中心選手がすでに FA 移籍といったリスクを避けた結果だろう去年の11月に発売されたファイターズの2023年版オフィシャルカレンダーの画像をネットで拾ってみた 2000年のドラゴンズカレンダーが選手17人だったのに比べてはるかに多いカレンダーを飾る頃すでにチームにいない選手も多くなる2月のメネズは6月に退団4月の佐藤隆成はカレンダー発売前にライオンズへ帰った5月の近藤は FA でホークスへ6月の西村は春季キャンプを終えた3月6日にマリーンズへトレード チームがまさかの13連敗にあえいでいた7月の渡辺と高浜はカレンダー発売前に阪神へ行き、古川優里は12月の現役ドラフトでホークスへ、11月のキャッチャー4人のうち、開幕スタメンだった宇佐美が6月にドラゴンズへ移籍。と、実に選手39人のうち8人が別のユニフォームを着ることになった。 あの夏の日がなかったら楽しい日々が続いたかもしれないのに中でも6月はエモいあの日のカレンダーは西村貴大だったのかと振り返るのは6月24日土曜日だ前日交流戦明けの初戦を僕は文春ファイターズ榎戸一郎監督と一緒に ZOZO マリンスタジアムで観戦加藤が5勝目清や万波がタイムリー 野村がダメ押しの一発という最高の内容で5連勝借金を3に減らしていた翌日6連勝をかけたゲームはハンソンエゴシ、石井と打率1割台のバッターがタイムリーを放って4 1とリードするが先発上沢がこれを守りきれず6回裏ポランコの一発で4対4そこで出てきたのが背番号40の西村だ マリーンズの球団記録を更新する開幕から21試合連続無失点を達成ファイターズ時代は札幌でも鎌ヶ谷でも勝ち試合でも負け試合でも投げていたが移籍から3ヶ月で絶対的なセットアッパーに変貌していたファイターズも4月に2試合対戦して各1イニングをパーフェクトに抑えられている で、この日の7回表、西村はハンソンをキャッチャーフライ、江氏を空振り三振に取った後、石井を歩かせた。次の松本剛はショートゴロ。これを友杉敦樹がファンブルして西一二塁。迎えたのは3番、清宮。西村とは同期入団で、鎌ヶ谷の新人合同自主トレの時から親しげに談笑していた姿を覚えている。 違うユニフォームになって初の対決は初球をレフトフライ西村が勝った同点のまま迎えた9回表マウンドに上がった増田直也から8番上川端が二塁だ江越のバントは田村辰弘のフィルダースチョイスを誘って無1一三塁ここで打席は石井 開幕戦でスタメン3番に座ったが打率1割にも満たず4月10日に登録抹消6月中旬に1軍復帰した後調子を上げて前日は2安打1打点この日も2打席目にタイムリーを放っていたその後打席目初球のストレートはボール一塁走者エゴシが投塁を決めて無視23塁打っても月通になる可能性は低い 6連勝が見えた、た。と思った2の1からの4球目石井がさっとバントの構えを取るが大きく外へ外され空振りスクイズ失敗で三塁走者上川畑はアウト二塁の江越が進塁して1・3塁カウント2・2となって普通なら3バントスクイズはないところが 3-2からの6球目、石井がバントの構え、大きく外に外された球に飛びつくが当てることができず、スクイーズ失敗。三振ゲッツこのとき、田村とグラブタッチを交わした増田の笑顔が忘れられない。いかにも痛快、してやったり。例えるなら、スティング、ノポール・ニューマンとロバート・レッドフォード。新庄は気策が好きだからなぁ、と読まれたら気策じゃない。 カモメの前のカモになってしまった新庄監督テレビで観戦していた僕もがっかりしてソファーに倒れ込んだその裏5月まで絶好調だった宮西がさよなら犠牲フライを打たれて連勝は止まった7月にファイターズは悪夢のような13連敗を記録そのうち1点差での7連敗があるんだけど僕はあの6月24日から連敗が始まったような錯覚がある 石井は7月に再び2軍へ落ちてそのままシーズンを終えたもしあの時スクイズじゃなかったらたとえガイアフライでもナイアゴロでも打点を上げて6連勝していたらあの夏の日がなかったら楽しい日々が続いたかもしれないのにと思う秋なのである追記10月20日 CS ファイナル第3戦で今シーズン初の負け投手になってしまった西村貴弘だが SNS のマリーンズファンから、西村で負けたら仕方ない、の超えた数。頑張れ、西村。私がまとめたネチズンのコメントは次の通りです。完全にバッテリーに見破られいるのに、一度ならず二度もやったら、気策でもなんでもない。この敗戦はチームもダメージが大きいが、一番大きなダメージを受けたのは石井だろう。 結果的には石井のスクイズ失敗となり責任を1人で背負うことになったそれから2軍に落とされ結局シーズン中に1軍復帰はなかった私はあの采配は石井を殺した采配だと思ってます現地で観戦していました「最悪内野ゴロでも1点」の展開に「なんでスクイズなんで2度もさせる?」とみんなで言ってました 失敗した時点でさよなら負けを覚悟し案の定の展開で心底がっかりした一日でした今年一番の現地観戦で悔しい試合で未だに忘れられませんおまけに熱かったから試合後はどっと疲れましたあれがなかったらもう少し前線してたのかな本当に悔やまれる